平行棒、最後は具志堅浩二です。この平行棒を得意にしています具志堅、4年前の世界選手権この種目で金メダルを取っています具志堅です。9.8 以上の高い得点を期待したいと思います。具志堅の演技が始まりました。この後具志堅君の技が入りますね。はい、これですね。これですね、はい、はい、決まっています。そしてヒーリー、これ安定しておりますね。はい、安心して見ておれる選手じゃないかと思います。はい、28歳の具志堅浩二、日本チームのキャプテンです。さあ、具志堅の演技、スロービデオで見てみましょう。最後の部分ですね。はい、得点は 9.80 です。最後具志堅、高い得点を出しました。 9.80。 この平行棒、最後に具志堅が 9.80 という高い得点を出しました。最後の中国を必死に追う日本です。